どうもプロポです。で今日はですね、禁煙方法、医師が語る禁煙方法について話していきます。今日の目次はこちらです。ヘビースモーカーだった医師が禁煙、喫煙者の数の変化、ブリンクマンインデックス、禁煙後の世界について、病気であるという認識をする、行動変容ステージモデルについて、最後に禁煙外来で行われていることということですね。この目次で話していきます。医師でありながらヘビースモーカーだった、人の話ということで、これは、僕のことなんですけど、僕自身がかなりのヘビースモーカーでしたね。1日40本ぐらい平均で吸ってまして、多い時は60本とか行く日もありました。でこれはもう20歳の時から30歳ぐらいまでですね、大体10年間こういった生活をしてました。僕自身が医師でありタバコを吸っていたと。でその僕が今のところ禁煙できていますということで、僕が禁煙を図るのにはふさわしいんではないかと思ってますので、必ずタバコは絶対にやめられます。大変ではありますけど、でも必ずやめれるはずですので、僕のやった方法とかね、そういったのも動画の後半の方でですね、説明していきたいと思いますので、参考になればと思います。はい、では次にですね、喫煙者の数の変化について話します。タバコ吸ってる人ね、どんどん減ってってる印象ですけどね、最新の調査でどれぐらいなのかっていうことですけど、2018年の全国タバコ喫煙者率調査、これね、JT のホームページから、成人男性の喫煙率は 27.8%。 意外にまだ多いですね、かなりね。 27.8% なので、大体4人に1人から3人に1人ぐらい成人男性は喫煙しているということです。成人女性の平均は 8.7% ということで、男性は年々こう減ってってる傾向にあるそうですけど、女性はほぼほぼ横ばいといったようなところだそうです。これね、最新2018年のデータで、成人男性減少してますが、諸外国と比べるとまだ高い傾向にあるということで、大体約1400万人が喫煙されると推定されるということで、まだまだやっぱ多いですね、かなりね、喫煙者多い。これは最新の日本の喫煙者の割合ということでした。次にですね、ブリンクマンインデックスについてです。はい、ブリンクマンインデックスね、ご存知ですかね。タバコの大事な指標、どれぐらいタバコを吸ってきているかっていう数字の指標になりますけども、これですね、どうやって計算するかっていうと、1日のタバコを吸っている本数、ね、何本ぐらいですかね、大体20本とか、多い人だと、前の僕だと40本とかですけど、1日のタバコを吸っている本数を数字で表します。例えば1日1箱の人だったら、20本ですね。掛け算することの何年間タバコを吸ってますかってことです。なので、僕の場合は1日40本を10年間吸ってたので、ブリンクマンインデックスは 40×10 で400というふうに計算できます。で、この指標を意味することはですね、どれぐらいその喫煙が人体に与えている影響が強いかというこの指標で、この数字が大きくなればなるほど、体にとって良くないよっていうことが分かり得てますと。で具体的にはこの数字が400を超えると肺がんの発生率が高くなるというふうに言われています。僕はもうやめてるんですけど、この数字が400なので、もうすでにね、肺がんのリスクがちょっと上がっているという状況ですね。タバコに関して言うと、もちろんがん、肺がんも怖いんですけど、それ以上に、COPD っていう肺がこうブヨブヨになってしまって、もう肺が肺としての機能を果たさないような病気があるんですけど、これはもうほぼほぼタバコを吸ってる人はほぼほぼこれになってしまうので、将来の健康を考えたらね、もうやめた方がいいということになります。はい、で次の話です。禁煙後の世界についてということですね。でこれやっぱり禁煙で一番大事なことなんですけど、なんで禁煙したいのか、どうして禁煙したいのかっていうところ、もうこう禁煙のマインド、これがその成功率を大きく左右するんですね。で禁煙することでどういった世界が待っているのかと、メリットがあるのかとか、そういったことをよく理解した上で、何としても禁煙したいっていう気持ちがあることがやっぱ大事なんですね。禁煙後にいかに素晴らしい世界が待っているかということをお話したいです。僕の場合ですけど、一番大きかったのが常にタバコに支配される世界だったんですね。どこに行っても必ず喫煙所探しから始まるんですね。でちょっと仕事したりとか、何かやることやっても、1時間2時間経ってはすぐにもうタバコを吸いに行くと。どこでも吸えるわけじゃないですから、喫煙所を探して喫煙所で吸いに行かなきゃいけないっていうんで、
場所が本当に限られちゃう。都内は特にそうですね。喫煙場所ってのはどん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 減ってってますので、こうタバコを吸う場所を見つけるっていうのが大変だった。喫煙場所に縛られるんですよ。医者で働いた後も吸ってましたので、本当に都内の大学病院とか大変でしたからね。休憩時間に吸いに行くんですけど、片道15分ぐらいかかるんですよ。喫煙所まで片道10分ぐらいかかるんですけど、で昼ご飯の時間って30分ぐらいしかないんで、まあ、ご飯を本当5分ぐらいで食べて、で往復20分かけてタバコを吸って帰ってくるっていうような、本当に1本吸うにもすごく大変なんですね。タバコに縛られることが本当になくなった。もう一つはですね、匂いが消える。タバコ吸わない人にとってはタバコの匂いって本当にきついんですよね。特になんかタバコを全然気にしないよとか言ってくれる人に甘んじてると思うんですけど、実際にこうタバコ吸われることで、まあ、相当周りは迷惑してる認識した方がいいですね。自分も喫煙者だったんで、タバコ吸ってるうちは意識はないんですけど、逆の立場になってみればタバコ吸うことで寿命は縮みますよね。でそれをタバコの煙をこう周りに吐き出してて、そのタバコを煙を吸った人の寿命を縮めてるわけですよ。なるとこれ、まあ、自分だけの問題じゃないというか、自分が吸って自分の寿命を縮まるだけないんですけど、周りにいる人の健康にも害を与えているっていうこと、すごく迷惑をかけているということを認識しなきゃならない。でもう一つとしたら、異性にモテるようになると思います。タバコを吸っていることで明らかに人間的魅力っていうのは落ちて、見えます。なので実際にこうタバコをやめたことで、今よりもね必ずモテるようになりますので、モテないよりはモテた方がいいと思いますのでね、人間的魅力が上がると。であとは僕はそこまで感じなかったんですけど、ご飯の味が全然違うと、匂いがすごくするようになるので、ご飯の味が全く変わるよっていうことを言う方もいますね。というわけで、本当タバコを吸った後の世界っていうのは本当別世界だよ、認識してもらいたいです。はい、では次です。病気であるという認識をすることということで、これ吸ってる方でやめようと思ってる方は必ず認識してもらいたいんですけど、タバコを吸ってるということはあなた病気、あなたは病気なんですよってことを認識しなきゃダメです。決してこれ今はもうニコチン依存症の治療っていうのは自由診療じゃなくて、これ保険診療でできてるんですね。で保険診療でできるということはどういうことかというと、病気とこう認定された証でもあります。美容整形とか自由診療でできるものっていうのは基本的にはまあ病気ではないことが多いですよね。腸炎とか扁桃炎、ね、あと突発性難聴とかですね、医療保険で治療費なく賄えます。これは全部病気として認識されているからということなんですね。保険診療としてニコチン依存症を治療してますので、これ歴としてはもう病気として認知されているということです。ニコチン依存症であるあなたは歴としては病気であるっていう、ね、認識を持ってください。次です。あなたは今行動変容ステージモデルのどこにいるのかということですね。でこれ何のこっちゃってことなんですけど、行動変容ステージモデルっていうのはね、有名なあのこれ話で、人間が何か行動やね生活習慣を変えようと思うときは必ずこの5つのステージを通ると言われています。でステージ1が無関心期、ステージ2関心期、ステージ3が準備期、4つ目実行期、5つ目維持期っていう、この5つの段階を踏むと言われてるんです。で具体的に言うと、無関心期っていうのが6ヶ月以内に行動を変えようと思っていない状況を指します。全くタバコをやめる気はないというふうに思っている状況が無関心期。次に関心期、関心期ですけど、これ6ヶ月以内に行動を変えようと思っていると、それに6ヶ月以内、半年以内にタバコやめたいなっていうふうに思っている部分、ここを関心期と言います。で次に準備期、1ヶ月以内に行動を変えようと思っているとき、1ヶ月以内にタバコをやめようというふうに思っていると、状況を準備期と言います。そして実行期、行動を変えて6ヶ月未満であると、タバコをやめて6ヶ月未満である状態を実行期という。で最後の維持期、行動を変えて6ヶ月以上である、タバコをやめて6ヶ月以上経っていると。まあ、僕の場合は維持期ですよね。タバコをやめて3年経っていますので、まあ、維持しているという状況ですけど、まあなたは今、まあ、この動画を見ているということはタバコをやめたいと考えていると思うんですけど、自分が今どの時期にいるのかというところをちょっと把握しておく必要があります。具体的に言うと、この準備期、1ヶ月以内に行動を変えようと思っているという部分にいる必要がありますので、どこにね自分がいるのか把握するっていうことが実際に禁煙を進めていく上で大事ということですね。はい、で次にですね、禁煙外来で行われていることについて説明します。
禁煙外来ではまずあなたがニコチン依存症を診断することから入りますので、あなたはニコチン依存症のスクリーニングテストっていうのがありますので、これちょっとやってみましょうか。はいが1点、いいえが0点で、全部で10問あって10点満点。スコアが何点かどうかってことですね。第1問、バパッと読んできますので、自分が吸うつもりよりもずっと多くタバコを吸ってしまうことがありましたか？第2問、禁煙や本数を減らそうと試みてできなかったことがありましたか？第3問、禁煙したり本数を減らそうとしたときにタバコが欲しくて欲しくてたまらなくなることがありましたか？第4問、禁煙したり本数を減らしたときに次のどれかがありましたか？イライラ、神経質、落ち着かない、集中しにくい、憂鬱、頭痛、眠気、胃のムカつき、脈が遅い、手の震え、食欲または体重増加。第5問、これらの症状を消すためにまたタバコを吸い始めることがありましたか？第6問、重い病気にかかった時にタバコは良くないと分かっているのに吸うことがありましたか？第7問、タバコのために自分に健康問題が起きていると分かっていても吸うことがありましたか？第8問、タバコのために自分に精神的問題が起きていると分かっていても吸うことがありましたか？第9問、自分はタバコに依存していると感じることがありましたか？第10問、タバコが吸えないような仕事や付き合いを避けることが何度かありましたか？はい、これは10問の質問で、まあ、はいが1点、いいえが0点で合計点。まあ、要するに、はいの数は何個ですかっていうところですね。ちなみに僕、これやり始めるときだったら、9点でしたね。十分の9点で、まあ、余裕で5点以上というような結果でしたので、まずこれが5点以上であると、ニコチン依存症と判定されます。で次にですね、35歳以上の方、1日の喫煙本数に喫煙年数をかけた数がいくつか、さっき言ったブリンクマンインデックス、ね、これブリンクマンインデックスが200以上というのが一つの基準になってますね。次、直ちに禁煙を始めたいと思っているか、さっき言ってた行動変容モデルの準備期に少なくともいる必要はあると思います。最後、禁煙治療を受けることに文書で同意していると、この4つを満たす必要がありますということですね。具体的にはですね、薬を使ってきます。で、チャンピックスっていうね、薬なんですけども、一般ね、バレニクリンっていうんですけど、禁煙補助薬って言われてます。この薬、少量から始まっていくんですけど、最初の1週間は薬を飲みながらタバコを吸ってもらうんですね。で、そうするとどんどんね、タバコの本数が減っていくんですね。僕も1日40本だったんですけど、1週間の最後の方だとほんと10本以下とかになってました。で、これどんどんタバコをまずいと感じるようになっていって、で、内服を始めた1週間後から禁煙スタート。ね。で、薬をは飲み続けて禁煙はスタートしていく。で、この禁煙補助薬なんですけど、こちらもちろん医療機関で出た場合は保険が効く。まあ、ネットでチャンピックスとかバレニクリン検索すればたくさん出てきますので、こういった通販で買うことができます。まあ、医療機関で受診できなくても、こういったその通販とかで始めることができますので、こういったんで始めてみてもいいかもしれないです。で、ただこれ副作用が結構あって、一つは結構気持ち悪くなるっていうのはあるんですね。で、僕も少し吐き気があった時はあって、まあ、気持ち悪くなったりとか、ちょっとぼーっとしたりとかですね。で、人によってはこう精神症状とかが起きたりするっていう、そういった報告もあるみたいですね。というので、まあ、副作用が出てしまう方は出てしまうので、まあ、そういった場合では薬を使っていけないっていうふうになってしまうんですけど、まあ、そういった副作用に注意しながらこういう薬を飲んで禁煙始めていくと。まあ、僕は最初始めた時は、だいたい2ヶ月ぐらい持ったんですね。2ヶ月ぐらいタバコを吸わずに入れて、で、特に最初の1日2日はものすごく辛かったですけど、1日2日経つたびにこう、どんどんタバコを吸いたいって感情は減ってきますので、だいたい1ヶ月2ヶ月ぐらい経ったあたりで、こう油断してきちゃうんですね。うまくいったわっていうんで、そういったところでタバコを吸い始めてしまうっていうことがありました。保険を使って治療した場合で、まあ、万が一失敗した場合ですね、1年経過しないうちに再開する場合は自由診療になってしまうようですけど、1年経ってからはまた保険が使えるということなので、まあ、僕はそれまで何年かの間に5回ぐらいトライして、まあ、5回目でやっと禁煙できたということですね。
あと他に言っておくこととすれば、薬が何も禁煙させてくれるわけじゃなくて、大事なのは自分自身のこう心の問題が重要なことがほとんどなので、どんだけねこんなにいい薬があったとしても、よくマインドがついていかなかったら結局失敗に終わりますので、絶対に禁煙すると。自分は禁煙して人生を変えたいんだ、そういった強い意志を持つことが一番大事。そのマインドが固まった上で、ある程度補助的に薬を使うのは有効だと思います。で、僕の、友人でも、相談されて、2人ほど実際禁煙成功してます。その2人も実際チャンピックスもおすすめしたんですけど、彼もほとんど飲まなかったみたいですね。結局何回か飲んでも、その後実際この薬って3ヶ月ぐらい飲み続けるんですけど、3ヶ月飲み続けることなくて、最初の何週間内服がストップして、あとは自分の意思でやめてます。で、やっぱ2人見てると、やはり最初の意思がね強かったと思いますので、例えば意思の問題っていうのは非常に重要かと思います。はい、というわけで簡単にですが、僕の考えるね禁煙方法とか禁煙についてですね、話してみました。で、これを見ている方は、もちろん禁煙をね考えている方だと思いますので、禁煙ね人生変わりますので、素晴らしい、ね、人生を手に入れていただきたいと思います。大変だと思うんですけども、必ず成功できると思います。確かにニコチンの依存度は高いですけど、それを克服できるぐらいのものは必ずありますので、また何かご質問等ありましたら、コメント欄にいただければいいかなと思います。じゃあまた、今日は以上です。お疲れ様でした。